バンマスや指揮者になれるというところですけども、このバンマスというのはバンドマスターの略ですね。そのバンドの中心リーダーのことを指しますけども、よくリハーサル練習などで曲の長さあるいは構成をですね、変更することがバンマスの役割だったりもします。今画面に出ているサンプルなんですけども、一度ちょっと聞いてみてください。というように、このサンプルではギターのソロがあるんですけども、まずバンマスがちょっとしたアイディアを思いつくわけなんですけども、例えば伴奏しているオルガンのパートの前半の4小節をちょっとお休みして、5小節目後半から入ってくるということを考えついたとします。で、これで多少アレンジ上の変化がつくんですけども、そのことを実際試してみようということをやってみます。まずこちらのミュートツールというのがありますので、ここでオルガンの前半部分のイベントをクリックすると、このようにミュートが適用されますので、ちょっと聞いてみてください。あるいは曲の前半4小節だけを演奏してしまって、後半をカットしてしまおうというアイデアを思いついたとして、実際試してみましょう。まずイベント全体を選択しまして、分割ツールで前半4小節目のところで一旦カットします。そしていらなくなった後半を削除して、エンディング部分はそのまま前に詰めます。そしてミュートしていたオルガンのパートは今度は活かすという状態で聞いてみてください。はい、というようにバンマスのつもりで曲の構成もいろいろ変えて楽しんでみることができます。次に指揮者になってみましょうということで、サンプルとしてこのような曲を用意してみました。一度ちょっと聞いてみてください。はい、おなじみのベートーベンの「運命」交響曲第5番ですね、の冒頭部分なんですけども、今楽譜通りに入力して演奏させると、このようなちょっと淡白な演奏になってしまいますね。というのも、もともとこのオーケストラの方の楽譜をちょっと見てください。このようなスコアと言いますけども、この2小節目にフェルマータ、それから5小節目にフェルマータという記号がついています。これは任意で音を長く伸ばしてくださいねという指示なんですけども、これが実は指揮者の個性によってどれぐらいの長さにするかというのが変わってくるわけですね。このような表現をどのように再現するかをちょっとやってみましょう。今画面上に見えているのがテンポトラックというものなんですけども、今冒頭にテンポ180という指定がされています。で、フェルマーターで音を伸ばすというのは、そこのテンポをグッと落とすということで表現できるわけなんですね。で、今2小節目のフェルマーターとして、ここでテンポをグッと落としてみましょう。それから同じく5小節目のところですね。こちらでもテンポをグッと落としてみて、再生してみましょう。はい、このように指揮者になったつもりでテンポをコントロールしてみましょう。指揮者の醍醐味といえば、先ほどのテンポのコントロールもそうなんですけども、もう一つはやはり曲の表情、強弱ですね。こちらをつけるというのも大事な仕事です。今先ほどと同じ「運命」の1楽章の最後の部分、ちょっと聞いてみてください。
はい、このような終わり方ですけども、最後はやはりもう少し盛り上げて終わりたいなというふうに思いますよね。で、その時にボリュームを一旦少し小さくしといてから、そこから徐々に大きくして終わっていくことによって盛り上がることができますよね。音楽でいうところのクレッシェンドと言いますけども、そのような効果をつけてみましょう。今、画面の下の方にボリュームを示すグラフのようなものがあります。で、こちらで、例えば一旦ここでボリュームをぐっと下げた。それから最後に向かって少しずつ大きくなってって、最後はもう少し大きく。このような状態を作ってみました。一度聞いてみてください。はい、このような表現も簡単に再現することができます。